it's a very harsh environment. It gets, the temperatures get either like super hot or it gets very cold. It's also very, it can be very windy. And when it's windy here, you'll notice because it gets extremely dusty. You really need a camera that can handle that sort of conditions. D850 のスペック上の動作温度は0度から40度ですが、当然それを超える想定もしています。デジタルカメラは電子部品が多く使用されているため温度の影響を受けやすいです。だからこそスペック上の温度を大幅に超えるような高温や低温、湿度までを想定してチェックしています。急な雨が降ったり砂が舞っていても撮りたい瞬間があると思います。構造としては水や粉塵を侵入させない徹底したシーリングを施しています。高視圏では様々な方向から疑似的な雨を降らせます。長時間雨にさらしても内部に一滴も水が入らない設計を目指しています。カメラボディはマグネシウムの合金で剛性を確保しています。カメラの内部にはメカ機構や電子回路などたくさんの部品が入っていますので、衝撃の影響を受けにくいような設計を行っています。その上で実際の強度の実証として落下試験、衝撃試験、振動試験といったものを実施しています。今までに紹介した全ての試験では、試験後に入念な動作確認を行い、手や耳を使って操作の感触を確かめ、数値化できないフィーリングまで精査しています。 D850 の高画素、高速性能、多彩な機能はニコンならではの厳しい信頼性評価試験によって支えられています。